始まりました。ここです。川田です。これは日々の気になったものを雑談するラジオです。ポッドキャストでも配信しております。何喋りますか。今回のテーマ2024、はい、最新版。最新版結婚式行ってきた。へえ、誰が。俺だあ、ごめん、そんなことさせたくてやったわけじゃなかったんやけどあ、行ってきた、はい、行ってきたらしいね。はい、ちょうど言ってたじゃないですか。ずっとちょっと裏でうっすら言ってたじゃないですか。革靴の会とかでも今度結婚式行くんですよみたいな。そうね。でちょうどこの1ヶ月ぐらいで2件行ってきまして、しかも初だったんでしょ。そうです、そうです。でこの1ヶ月でいきなり2回体験して、1個は、はい、まあ俺は行ってないけど俺も知ってる。そうですね、共通の知人の友達の結婚式、はい、それが最初でした。でその次が、まあ、俺は全然関係ないけど坂田が大学の知り合いの人って形で。どうでしたか。やばい、結婚式感動する。感動した。感動した。何が一番かん、まあ、感動した。僕一瞬選べって言われたらこの瞬間、結婚式通して、うん、あの挙式で、あの新婦、まあ、友達が新婦です。古賀さんも知ってる方、うん、あのがなんかお父さんが歩いてて、うんうんうん、まあはいはいはい、でなんかちょっとあのなんだっけ、スカートドレス踏んじゃいけないから結構大きく歩かなきゃいけないみたいな、うんうんうん、で僕なんか変わった歩き方してんなと思ったんですよ。なんか本人は後からなんかめっちゃ変な歩き方になっちゃったみたいなとか言ってたんですけど、なんかそういうもんかと思って勝手に変わった歩き方するみたいな、うんうん、なんかあの時間なんか誰も邪魔しちゃいけない時間やそらそうやろそらそうやってちょっと待ったとかないからな絶対に。いやなんか今ってこれ誰も邪魔しちゃいけない時間だなと思ったら、なんか感動したっていう。あ、そういう感動の仕方、なんかそのお父さんとかそのまあ家族が見えてとかじゃなくてってこと。もちろん家族の気持ちもちょっと想像しました。あ、なんかまあひとしおだろうなみたいな、っていうよりなんか今この瞬間誰も邪魔しちゃいけない時間だって。それはそうじゃないけど、まあね、確かに感動したっていう、それが一番の感動でしたね。なんかあのあれとかあった、手紙読むシーンとか。ありました。まあよく女性側が、はい、まあ親なりなんか昔ながらの友達とかお世話になった人に、まあいろいろパターンあるらしいけど、1回目が確か新郎側が読んでて、へえ、で2回目は2人とも読んでた。ちょっと誰向けに。ご両親親だったと思います。読んでましたね。で、あとなんかすごいのが2個目の方なんですけど、引き出物、うん、引き出物っていうかその2回ともあったんですけど、うん、その自分の座るテーブルの前になんかちっちゃいグッズというか、なんか多分死ぬ神父が用意した、うんうん、なんか1個目がコースターで、それはなんか多分コースターに柄が書いてあって、それはなんか全員多分違う絵柄 で手紙入ってるみたいな。で2個目があのグラスでコップ、うん、でコップにその名前彫ってあるのと、あとなんと新郎新婦の顔え、その似顔絵ってこと。あ、似顔絵も似顔絵なんですけど。あ、いや言わないようにじゃなくて、いやだってびっくりしたね、写真かと思ったけど、さすがにな、のあのグラスちっちゃいビールグラスみたいな、うん、顔のすごい出しやで感動した。あんだけ言ってたやつ、顔の食器嬉しいって、まあ嬉しいか、もうなんかおしゃれな感じのやつ、全然でしたね。なるほど、はい、なんか結婚式さ、はい、まあ俺も3回4回か、はい、とか言ってたかな。けど多分今回さ、はい、坂田って友人が新婦側やん、はい、どっちも、はい、俺それで言うと友人が新郎側でしか行ったことないから、はいはい、まあ、もしかするとちょっとまた見え方というか違うか、はい、まあ大体一緒やと思うけど、はい、なんかそのあるけど、でもなんか俺結婚式行った時にさ、いつも思うのがさ、まあ綺麗ですよね、両家綺麗もそうやけど、はい、いやもちろんその新婦さんがすごく綺麗なのはもちろんないけど、
俺そのお父さんがめっちゃかっこよく見えるというか、はいはい、おーこれはもうどっちの、はい、どっちの親も、はい、どっちの新婦側の特に新婦側のお父さんの方が、あ、いや両方やな、やっぱなんかね、なんかちょっとやっぱ一個覚悟が決まってる感というか、おまあたまたまそういう勝手に俺がなんかバイアスかかってただけかもしれんけど、なんか多分どっかでまあ以前以後なみたいな、なんかその なんていうかな多分あんまりこう泣かないようにもしてるお父さんが多いし、はいはい、でもさ特にさ、はい、その新婦側のお父さんとかって結構な思いやと思うのよ、なんかまあそうでしょうね、その時に一緒に過ごしてる、はい、過ごしてないとか関係なく、はい、いろんな多分思い出とかもフラッシュバックしてるだろうし、あると思う、あると思うやん、けど結構お父さんをずっとしてるというか、確かにあれってなんかお父さんならではだなっていうか、なんかお母さんは結構やっぱちゃんとこれはいいんやけど、お母さんはまあ一緒にこうもう泣いたりとか、はい、もうなんかよかったね、なんかすごい今日綺麗でよかったねとか、なんか新婦がもうすごいかっこいいですねみたいな感じだけど、なんかこうちょっと照れ隠しも入りつつお父さんってこうスンとしてる、両方とも、確かに俺あれがやっぱ結構かっこよく見えるというか、なんかね、で大体さこうスピーチする時とかもさ、まあ新郎がまあちょっと大体はあるやん、その今日あのお忙しい中お越しいただいてありがとうございましたみたいな、で結構最後の方とかに多分両家のご挨拶もちょっと軽かったりするけど、あるあった、なんかやっぱお父さんの挨拶でちゃんなんか一個ちょっとこうグレードが高い感じが、内容云々っていうか雰囲気なのか、なんかねこう少なくともなんかの覚悟を感じるというかなんかね、そうすごいそこがねちょっとかっこよく見えるよな毎回、ちょっとその視点なかったその視点マジでなかったいや全然いいんやけど全然言われてみればなんか僕マジで神父しか見てなかった、まあまあ神父はねもちろんまあ一番の主人公やと思うしな、あの日の、うん、あと新郎の1回目かなの方の新郎の人のネクタイがなんかわけわからんぐねぐねぐるぐるみたいな、なんかいろいろくっついたみたいな一本じゃないってこと、なんか編み上げたみたいなネクタイしてて、へえ、あのネクタイあんの、いや知らんけど、でもなそんなの絶対なんかいいやつなんやろ、ね、やってる人がやってるからもうちゃんとねスタイリストさんとかやるんやろから、てかあとこれはもうこっちの問題なんですけど、1回目と2回目の新婦さんがそのもともと知り合いじゃないというか、僕はその新婦さんと何て言ったらいいんですかね、どっちもじゃなくてでしょ、あ新郎か、新郎はもともとその友達とか知らない人じゃないですか、うんうんうん、っていうのもあるのかもしれないんですけど、2人ともめっちゃ似てて、2人が1軒目と2軒目の新郎が新郎いや1軒目と2軒目の新郎がめっちゃ似てて、どうでもよく見えすぎてるやろそれは、なのかな、まあ、本当にそのケースもあるけどね、似てると思うんですよねなんかで、なんかなんだっけな、で1軒目であったのが作るのにチェキじゃないわ映るんですが置いてあって、うん、各テーブル、え本体ってこと、本体映るんです、どうぞ撮ってくださいってこと、そう、へえ、使い切ってくださいみたいな、へえおもろ、絶対フラッシュ焚いてねみたいな書いてあって、でもなかなか、え、それ1人1個あるわけじゃないでしょ、テーブルに、あ、テーブルに1個、なかなかそれ手出すのし、なんかマジめっちゃ撮っちゃった、おぉ、いい客こんなん撮る撮ると思って、へぇ、なんならあの新婦の家族とも写真撮ってきました、あ、いいや、写真あるかな、ちょっとこう、皆さんには見せらんないんですけど、そうそうやなちょっとごめんなさいね皆さんには見せられないんですけど、俺が知ってる方の、知ってる方、知ってる方ちょっと見たいな、でなんかドライブに全部写真上がってて、私今なんかもう LINE で全部やり取りみたいな、ね、LINE とか今のね結婚式すごいよね、でなんかこのケーキ、うん、なんかまあ偽物というかで一部だけ食べれるゾーン作るらしいんですけど、うん、あデカケーキ、デカケーキ、うん、それ作るために5000円かかるらしいです、へえ、まあでもね高いっ
よな、いろいろ多分ルート式ね。今さっけ僕の絵があるっていう。ああ、なんか言ってたな、坂田の似顔絵をちょっとこう。そうなんですよ、なんか招待状のなんかコメントみたいな、ネットのに、でもこういう時坂田ちゃんとするからみたいな、3人で喋ってて、うん、いやいや言ってて、任したやとか言って、言った手前書くっしょとか言って書いたら飾ってくれて、これ受付とかにいいってこと。あ、そう、入り口のところとか、入り口の、うん、よかったね。なんかいやマジ嬉しい、味めっちゃもらったわ。味味あのなんか美味しい部分のこと味って呼んでるで、ちょっと後半ちょっと待ってくださいね、うん、ちょっと写真めっちゃあるな。まあなんか喋っとこじゃん。なんか変わった演出とかありました、小川さん行った時。いやそんなに。あ、できた。ちょっとすいません、このラジオのある人は、はい、今坂田が新婦さん側のご両親とかご家族と一緒に写真撮ったりとかって感じしてるのを探してるんですけど、それ見つかってないんで、うん、ちょっともう一回戻り、どうぞ。ね、なんか、あ、変わった演出、はい、いや別にな、変わっないかな、ない。あ、まあ、はい、その出し物的なやつで、まあやってた、例えば学生時代の時にやってたやつとか、あ、まあ例えばギター弾くとか、はい、例えばダンスするとか、はい、まあ、見た。余興しっかりあったんですよ。余興あったね。多分どっちも余興、まあ、1個はなんかクイズをやってたの、新郎新婦にまつわるクイズ、うんうんうん、もう1個は特になかった。あ、まあ、ない、あ、ないのもあった。なんかあったりなかったりなんですね。多分ね、申告制は当てないけど。あ、ありました。あ、今ね、坂田が新婦側の、 あのお父さんいないんですけど、うん、新婦のお母さん、兄、義理の。ちょっと待って、新婦側の兄新婦って、まあ、俺だと、まあ、はい、同い年とか、まあ、一個下とかやけど、兄お、同世代ですよね。わ、ちょっと上なのかな。まあ、いや、言うてもさ、その、まあ、マックス言うて5個上だろ、はい、いや、いい、え、よくない？45やんけ。いや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 、そんなことない。いや、見たら、これちょっと写りがあれだったんです。だから僕もだってもうおじいちゃんにも子供にも見えるじゃないですか。まあ、写りがあれだったんですけど。いやいや、45すぎるな、ちょっと。なんかてか、そんな感じなんやっていう。仲いいね、その義理の。あ、義理の姉？義理の姉。あ、ここはご夫婦ってこと？そうそうそう。あ、なるほど。で、お母さん、新婦の。うん。ちょっとあれやな、これ。そうそう、ラジオで聞いてると分かりにくい。確かに。で、なんかまあ要はその新婦のテーブル行って全員で写真撮ろうっつって撮ってきたっていう。新婦の兄、新婦から新婦の兄とか母の話はもう聞いてたんですよ、うんうんうん、なんかその時に。なんか髪伸びてて、で、なんかその弁護士さんらしいんですけど、そのすごい事務所のホームページになんか写真載るみたいな、うん、それが良くないっつってて、その変な伸び方してて、ああ、まあ、みっともないみたいな。で言われて、あ、そうかなみたいな言うてて、実際いて、ええやんお兄ちゃんみたいな、誰々ええやんみたいな言ってて、じゃあみんなで取りに行こうって言ったっていう。よかったよもうこれいい話です。まあ結婚式な、確かに今年まだ俺あと1個行くんやけど、なんかまだある？ないです。もうないでしょうね。え、一生？一生あるやろ。今年あるな、あと一個。会社の人やけど、マジでもう呼んでくれる人浮かびませんもん。え、それこそ今回さ、一緒に行った彼やるんですかね。まあ、まあ、あのそれは痛さっておき、はい、やるなら、あ、やるなら多分呼んでくれる人だし、でもあの一緒に行って同じ卓ついて披露宴で、うん、いやな、で横の席で、うん、いやめっちゃいいけどさ俺やりたくないなっつってまあ男は多いよな、すげえ。俺はいいかなみたいな。というか9割が、9割は言い過ぎかけどほとんどそうなんじゃないか。でも何かんでやるんですかね、そんなこと。いい、なんか別に難しいのがさ、正直本当に4つでもいいですよって言われたら多分やらんっていう人が特に男は多い気がするけど、でも例えば女の人というか新婦さんが、まあ実はやりたいって
って思ってたとしたら、横でいや俺絶対やりたくないって言うのもそれは、ね、違うやん、はい、そうだからそこってまあまあ本音と建前じゃないけど、まあそれは大人になってするんじゃないかな。いやでもこんなにね人呼ぶってすごいなと思って。いやすごいよね。なんか儀式大事って思いました。え、儀式大事？儀式やった方がいいってこと？儀式やった方がいい。やっぱ違う。やっぱ違う。やっぱその明確にやっぱ晴れの日っていうのはあった方がいいって思いました。ああなるほどね。あ、じゃあやりたい派ってこと？ちょっと難しくなってくるな。キーンってなってるやん。キーンって止まったけど、まあ、やりたいかやりたくないかで言ったら全然やぶさかじゃないんですけど、でも僕あんま人呼べる気しないし、まあだからそっちよな、そういうのを気にするよね。とかなんかそんなお金ないし。いやね、高いって言うもんね。めんどくさいし、なんか準備とか。まあそうそうそう。絶対喧嘩するらしいしな。いやなんかその準備のいろいろで。でもその儀式大事、本当にやっぱああいう瞬間あった方がいい。なんか俺だ俺だ俺だみたいな、なんかそこがねしんどいよね。なんかもうやるってなったらさ、やっぱ中途半端にやるわけにもいかないからさ、多分しっかり俺だ俺だ俺、役割として全うしなきゃいけないから。あの古賀さんたちが言ってた先輩の結婚式あったじゃないですか、うん、僕もしあのなんか飲み会のとこだけちょっと行った。うん比較的最近あった方かな。そうだと思います、うん、あの古賀さんの一行上の先輩、うん、でなんか動画見せてもらって、その入場のなんかニヤついた顔で、もうあんなの本当ね犯罪ですよ。ねえ、どういうこと、どういうこと。何があんなのね、新郎新婦のご両親がしても俺が許さない、あんなの。え、ちょっと分かってないね。なんかぬるい歩き方してませんでした。ちょっとニヤニヤして。ちょっと覚えてない。そんなそうだったっけ。僕なんか見せてもらって、うん、同じバンドの、うん、見てみたいな、こんなニヤついてみたいな。まあまあまあだったかな、ちょっと忘れちゃったけど。まだそんなことやってるんですかまだそんなことやってるんですか。まあまあそのね、まあ、あそこはバチバチにカッコつけた方がいいっちゃいいよね、はい、ちょっとね、それをやっぱそれその記憶しかなかったからかも。なんかこう全身でやってる。でも全身でやってる方が多いと思うよ。やっぱそうですか。うん、まあそのあれってはずがった方がはずいというか。ありますねそういうの。そうそうそう、もう主人公を、はい、その日の主人公はもう、はい、全うした方が周りももちろん気持ちいいし、はい、そのつもりで来てるしだったし。そうですよね。だしあんなことしなくたって俺たちは本当は主人公なんですよ。シャバいえ、ごめんなさい、何何あんな子が主人公やね。1個前の回やってる。などういうことよ。なんかこうあんなことじゃ儀式大事って言ってたよ。儀式大事、うん、いやその儀式であれってもう自分らが主役やみたいな、今日だけはみたいな、うん、と思いませんか。うんうん、俺らいつだって主役やみたいな、自分が。はいはいはい。でも忘れちゃうじゃないですかそれを。うん、ふとふと、うん、やっぱ儀式って大事だなってやっぱ思い出させてくれるというか。あ、主人公なんだよと。はい、そうか。あんま響いてないな。じゃあなんかそのいや俺がその儀式大事って言って、はい、で、まあ、なんかあの日は主人公としてやった方がいいよね、はい、周りもそのつもりやから、はい、って言ったら、確かにそんなことやんなくても俺たちの主人公どういうロジックなんか切り返しわけわからんからごめんなさいすいません、ちょっとなんか変なボルテージが。で、あと、ちょっともう一個思ったのが、うん、これ言ったらあれなんですけど、その1回目、その挙式の方なんか、まあ、めちゃくちゃちゃんとした教会って感じでもなかったんですよね。その結婚式場って感じだったというか、うん、はいはいはい、もちろん中はすごい教会っぽいんですけど、あ、まあ、そのパターンもあるよね、なんかで、って思ってなんか最初こう、ちょっと舐めてかかるじゃないですけど、なんかその悪いなって思ってなんかこの柱なんとかなんかすごいいかめしく作ってあるけど、うん、なんかそのやっぱ大道具感、そうなんですよないって言ったら嘘になるみたいな、あって思ってたんですけど、やっぱ新婦入ってきて
始まったら、いやすごいかもみたいな、場所とかじゃねえみたいな、空間空間やもうその人たちがいる空間、そう体育館とかでも全然感動すると思う。いやそうなのかな、なんかちょっと背景がめんどくさそうやけどっていう、いいじゃないですか。いやマジで結婚式、まあその多幸感はあるよね。なんかすごく、いやありますね、すごいですね。あれ何なんですかね、あの瞬間にさ、そのまあもちろん普通の多くの人はさ万引きしないし、うん、恋人とかも、まあ、しないし、うん、犯罪もしない、窃盗もしないやん、うん、けど世の中にも犯罪しちゃう人もいるやん、うん、そういう人だってさ友達の結婚式行った後でもできるんかな、犯罪を、犯罪を、あなんか結構俺犯罪と真逆みたいな空間というか結婚式が、うん、ちょっとそういう意味わからんなそれよくわからんな、わかるか意味わからんかったら、その意味わからんかった、本当にびっくりした。なんかでも何言ってんのやろって、なんかでもはんなんていうんですかね、その良いこと、うん、の真逆が犯罪なんですかね。いやまあまあ善と悪というか、まあまあちょっと確かに俺幸せの反対をやっちゃったから、はい、ちょっと言う感じだったけど、幸せ、その犯罪もなんかこう生き生きと犯罪するかもしれない生き生きと物を盗んでるかもしれない。あ、そうか、それはちょっと確かに想像ができてなかった、はい、終わろう、終わりますか。このラジオポッドキャストも配信しております、はい、Google、Apple、Amazon、Spotify、お好きなパッド見てください。あ、何ですか、あとなんかケーキ入刀の時に、うん、あのモーニング娘。のハッピーウェディングなんとかサマーみたいなやつ、ハッピーサマーウェディングかな、なんか流れてて、で、あーとさん母さんの、うん、流すところやと思って、なんかなんか今や今や、まあ、ドンピシャのね、ドンピシャやと思って、っていうか逆にまだあるんやね、なんか俺もう逆にないんかと思ってた、今はもう一個の方はあんまりなかったです、そのそういう、あ、そういう曲、そのそっち側は結構なんかいろんな曲流れてました。うん、でか、そのそれから1週間ぐらいちょっと聞いてたんですけど、ハッピーサマーウェディング、あ、よかったなみたいな聞いてたら、2番でなんか語りパートあって、知ってます？タタタラタタラタタタタラレみたいなやつ、いや、なんかあのタタラタタラタタラレ、あ、じゃなくてあのこの人と結婚する、なんかあのお父さんと一緒で釣りが趣味なんだってみたいな、あったっけそのパート、わかる、サウンドクラウドで違法アップロード聞いてるからかな、犯罪してるからかな、あるやろ公式アップロードあるやろあんなクソ有名曲でもバックグラウンドでできるんで、でその聞いてたら、お父さんと同じ趣味、釣りが趣味なんだってみたいな、釣り好きに悪い人はいないってお父さんが言うからみたいな、その言った新婦の旦お父さんも釣りめっちゃ好き、うん、え、だからこれ曲流したのみたいな、あーもうまさにまさにみたいな、深いと思って、最後にする話かな同じポッドキャストも始めます Google、Amazon、ポッドキャストの好きなプラットフォームに行ってください。はい、ありがとうございました。